醒した話、うん、覚醒したのは、うん、まあ2004年、6年ぐらいかな、うん、ぐらいに、まあ、バンクーバーに行きました。でバンクーバーで行った時は本当に普通のもっと普通の感覚、まあ、よくある特に言う日本人の感覚というか、うん、あのなんかわからない恐怖みたいなのに、うん、なんか自分を出せないみたいなところもありまして、うんうん、だから本当に小さい枠の中で自分を押し込めて生きてたような感じだったわけなんですよね、はい、それがだから本当今みたいな感覚では全然なくて、全然全く逆ぐらいの性格も全然違いますし、うん、でそれが、まあ、ある時、うん、まあ、ホームステイ先のファミリーと一緒に車に乗ってました、うん、ファミリーのお父様が運転して、うん、奥様が乗ってて、後ろの後部座席にお嬢様が乗ってて、私が乗ってたっていう構図ですね、うん、で大きなちょっと大きめのお車で走ってたところ、うん、まあ、どうしようかなって、これからバンクーバーでまだ1年以上あるからどうやって過ごそうかなとかなんか考えてたら、うん、急にふっとなんか体が浮いて、なんか魂がこうピョンってこう、うん、魂が中に存在しながらピョンって上がって、で上から自分を見てたわけなんですよね。でそしてあの下にいる自分は目をつむってるんですけど、上にいる自分は見えてるという状態ですよね。だから魂から完全に抜けたんじゃなくて伸びたっていう魂とどまりながら上に上がったっていう感じ、うん、そして上の自分は、まあ、車の中の光景とか外の光景が見えるわけなんですよね、うん、でそれでそのまたさらに上に意識を向けていくと、まあ、地球が見えるわけなんですよね。でそうするとその上からは、うん、あの過去も未来も見えるわけなんですよね。へー。それで、あの地球、未来の地球とかいろいろ見てたら、まあ、いろんな天変地異があったりとか紛争があったりとか、いろんなあのいろんな状況が見えるわけなんですよね、はい、それでこれはあの地球に降り立って、うん、あのあ降り立とうと思ったんですよね。その時でその時意識体なんですけど、自分の意識が空にいた自分の意識が、まあ、自分の魂を生んで、自分が自分の魂が生まれた。でそれで日本列島を見てると光の柱がピューって立ってまして、なんかライト逆さまにしたような柱がピューって立ってて、うん、でそしてその柱だって思って、自分の意識が霊体みたいな意識体がその自分の魂をその柱の中にカッと送り込んで、その柱の中にシュッと入ったら母の体内に入ったという私の母の、うんうん、母は修行僧で修行してたんです。私がお腹にいる時から修行してたんですけど、うん、山にこもって妊婦さんなのに修行してるという、うん、山でそのお腹の中めがけて降りて母親の体内に入って、うん、でそしたらそ一緒に修行してたわけなんですよね、うん、でそれであの、まあ、能力をその授かるためにその修行僧の母のお腹の中で一緒に修行してたというような感じですね、うん、でそこであの、まあ、胎教のようにこの修行してたところのエネルギーがこう入ってきて、でそれから生まれて過去にあった出来事が走馬灯のようにうわーってすごい速さで、過去のことが繰り広げられるんですけど、その時に過去にトラウマ的な内容があるんですけど、それが何で起こったかっていうのが解説されるわけなんですよね、はい、それはこういう需要で今この能力を開くと危険だから、私の能力を封印するためにその一見嫌の思えるような出来事が起きるみたいな感じで、うん、でその都度その都度解説、なんでこういう出来事が起こったのかっていうのが解説されていくわけなんですよね、うん、でそれを教えているのも上の自分なわけなんですよね、うん、でそれで下にいる自分はそうなんだ、みたいな、なんか衝撃を受けてるっていう、でそれで上のいる自分が下にいる地上にいる自分に教えて、あ、そういう理由でこの出来事があったんだっていう感じで、まあ、教えられて、でそれをまた傍観、映画を見てるよりただ傍観してる自分もいて、まあ、少なくても上にいる自分と下にいる自分とそれを傍観している自分っていう自分の意識体がいっぱいあるわけなんですよね。でそれで過去の出来事が全部何で起こったかっていうのが解説されていくわけなので、その都度トラウマが消えていくわけなんですよ。そうだったんだ、そうだったんだっていう、みたいな。でそれでその時やっぱり、まあ、人間として生きてると、まあ、憎しみがあったりとか不安とか恐怖とか恐れみたいなものがいっぱいあるじゃないですか。それが何で起こったかっていうのが解説されるわけなんですよね。でそれは自分が解説教えてるわけなんですよ。天にいる自分が何で起こったか、でその都度
怒りとか憎しみとか恐怖みたいなのがでどんどん取れていくわけなんですよね、意味が分かって、うん、それでどん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 トラウマが取れていって、うん、でそれでまあ親を選んできて、私がこういう理由で地球に降り立ってどういう役割があるかっていうのを全部まあ思い出すわけなんですけど、でそこで現在あの車の中に意識が一回戻って、その時にはすごい自分がショックを受けてるわけなの。車の中にいる自分は一番分かってない地上にいる自分なので、うん、地上にいる自分はみたいな、なんかこうそろそろショック、みたいな。で親を選んできたとかいう話は聞くけど、うん、でも体感としてはなかったんで、それが体感してしまったみたいな、あそんな理由で親のもと来たんだっていうような、なんでこの親の修行、うちの親は修行僧で違うしてるんですけど、なんでこの親のもとに生まれてきたんだろうっていうのはずっと謎だったんですけど、そういう理由だったみたいな。だからこれから起こるいろんな地球上の問題みたいなのを、まあ、サポートというかヘルプしに来たみたいな魂だったという。で親も親っていうよりも仲間だったみたいな、親は仲間だったみたいな、みたいな親もその魂だったっていう。何歳ぐらいの時にそのビジョンを見たんですか？それは、まあ26ぐらいの時から、はい、すごい興味深いですね。 それであの全部トラウマ取れて、はい、で現在の自分はショックを受けてるわけなんです、ね、はい、でそれそして、うん、その今度未来に行ったわけなんですよ。そうすると未来、私が世界中回っていろんな人たちをヒーリングしたりとか、上がれてない人を上げていったりとか、まあなんか紛争起こりそうだけどなんか回避してみたりとか、なんかいろんなことをして、で天変地異が起こりそうなところに、まあ、エネルギーをつないでちょっと軽減していったりとか、なんかいろんなことをやってるわけなんですよね。でそれでそこからそこまで見えたところでもう一回意識が車の中に戻って、現代に戻って、自分があのやるべきお役目というか、それを思い出して、未来やるべきお役目と、なんで生まれてきたか、現代過去未来が点と線になってつながってしまって覚醒してピカーみたいな、それまであった恐怖心とか恐れみたいなのが全部取れて、逆に恐怖心が湧くことができなくなって恐怖が湧かないみたいな今恐怖湧かないんですか？恐怖心っていうのが人一倍湧かないんですよね。だから例えば私中東行ってるじゃないですか、イスラエルのパレスチナとか行って放送中に行っているけど、もうすごいテンション高くてもう楽しいみたいな感じですしなんかこう恐怖心が湧かないというね、不思議と。だから自分が自分を守っているっていうのが分かるので、危険をあらかじめ回避することができるっていうのもあるので、あの、まあ、そういうなんか怖いっていう感情でストップかかるじゃないですか。でそれがなんか分かなくなってしまうという怖いという感情がなくなる、まあ全くないかどうかは何とも言えないんですけど、でも湧きにくいというか、あの、まあ、例えば恐怖症ってあるじゃないですか、人って、はい、高いとこ怖い、低いとこ、あの、はい、なんか水が怖いとかそういうのがないんですよね。全然高いとこも大好きでみたいな、暗いとこも大好きでみたいな、だからあのだからあの高い断崖絶壁も大好きでみたいな、なんかそういう感じであんまり怖いっていうのがないんですよね。まあ、例えば皆さんなんかあのじいさんとか出るとキャーってみんな叫ぶじゃないですか、全然怖いと思わないね。何が怖いって、なんか人間の方がよっぽど大きくて怖いんじゃないか、向こうからしたらとかね、逆に思ってしまうぐらい、なんかその恐怖心、みんなが恐怖キャーって言ってることに対してすごい冷静というかだからまあああいう中東なりいろんなとこ行けたっていうのもあれ、世界中回ってても全然怖いっていうのは ほぼなかったですね。怖いっていうのが悪いことでもなくて、はい、命を守るときに危険を察知するという本能でもあるじゃないですか、はいはい、あります。で恐怖心なくなったらなんかこう襲われたりとか事故にあったりとか、はい、そういうことはなかった。それがあの実はその後覚醒したときに、あの自分が自分を守ってるっていうことが分かったんですよね。でそうするとその自分が自分を守ってるわけなので、あの怖いことは自分の設定で自分が回避すればその設定は来ないっていう感じですね。だからあの事故に遭いかけたこと何回もあるんですけど、その都度何か見えない力に寸前になんか教えられて全部止めてる、ストップして叫んで止めるみたいな。でその時にギャーって叫ぶんですけど恐怖はないんですね。
でそれでギリギリもう助かるってことは結構あって、人の事故も結構予知して助けたりとかすることもありますし、一回すごかったのは、私も自分でもすごかった、目の前で私は国立で散歩してたら、目の前で車とバスが激突ガーンって行きそうになった瞬間に、私が危ないってなんか叫んだ瞬間に流体だとしてシュッて抜けて、なんか車の方をシュッて包んでシュッて瞬間で戻ってきたの。その瞬間に車がバッと離れて、なんか流体瞬間流体離脱をして瞬間戻ってきたっていう経験があって、肉体は怪我しなかったの？いや私はあの全然見てるっていうか、目の前で事故、目の前で、そうそうそう、目の前で危ないと思った瞬間に流体離脱して戻ってきた。で車を包み込んだ瞬間に車が事故から難を逃れて自分に戻ってきたっていう、そういうの面白い、そういうのがあって、もうそれも自分で あの車ぶつかるから守ろうっていう意識は全然ないんですよね、勝手に、勝手にっていうか瞬間的に行ってしまったっていう。でその瞬間記憶がないんですよね、記憶が飛んで、なんか意識が飛んで、はい、でそれでまた戻ってきたみたいな、あ今 どっか行ってたみたいな、で車は何を逃れたみたいなことがあって、ね、魂ってこう自由自在にこう行くことができるということが分かって、はいはい、だからまあ自分の今まで危機って、危機っていうか災難みたいなこといっぱいあるんですけど、全て未然に回避してるという、自分が自分に教えてくれるということですよね。だからあらかじめで例えばあの、まあ、海外とか一人でも回ってることあったので、なんか怖いことなかったですかって言われるんですけど、怖いっていう感覚はほとんどなかったですね。 ある意味なんかやばい時はやばいオーラが出てるみたいな、やばいところは回避しとこうっていう、やばいオーラってどう、やばいオーラっていうのは例えばあの 裏道とか裏、はい、あの海外でもますあの表通りを歩いてる分には全然大丈夫じゃないですか、はい、裏に行くとやばい空気がっていう、はい、あるじゃない、本能で分かるじゃない、うん、人でも場所でも土地でも、うん、これやばいなっていうのは本能で分かるというか、うん、だからあのそういう嫌だなっていう、あちょっとやばいなとか嫌だなっていうところには近寄らなければ難はないと私は思っている、で行ける時は必ず行けるみたいな、うん、なんかそういう感覚ですよね。すごいアリンさんの感覚をビジュアル化して面白いです、はい、あ面白いかもしれない。仏像の刀はファンタジー映画っていうことで、はい、しかも CG が日本最高の社長様が作ってくださるの で、はい、あのいろんな表現ができるんですよね、はいはい、で今あの今日も4時から6時ぐらいの、あ違う5時半ぐらいまでね、はい、実はそのロシアとつないで脚本のディティールをお話ししたんですけど、はい、ロシアがもっとファンタジー欲しいみたいな感じで、はい、でなんなら幕末のシーンも今ちょっと真面目な歴史っぽい感じだから、はいはい、幕末のシーンにもあの、ファンタジー要素欲しいし、はい、であとそのこのストーリーって幕末の時代に日本に来た、欧米からの、 あの大きな経済、あの、まあ、映画の中ではユーラシア商会っていう、はいはい、ビジネス団体が日本に来ると、はい、で日本で金を集めていくと、でも実はなぜ来たかということの理由に日本に幻の名刀があって、でその刀をあの集めて、隕石と宇宙から来た刀 があって、それを集めると絶対権力持てるという設定なんですね。でそれは一振りだけでもまだ力は足りなくて、それだけでも魔術的な刀なんだけど、もう一振りの刀が実はヨーロッパに長くあの伝わったものがあって、それをロシアの皇帝が持っているんですけれども、この二振りの刀を合わせた時に絶対権力と永遠の美しさと健康とという、はい、誰もが欲しがるものが手に入るというあの裏のストーリーがあって、だから土方歳三の刀が実はその隕鉄刀で、で、女王があの狙ってるという設定なんですよ。で時を超えて女王様というか、女王っていうとイギリスに悪いってことでダイヤ夫人になったんだけど、はい、ダイヤ夫人が幕末の時代も狙っていたし、実は歳三の刀というのが歳三さんが最後ありかを隠してロシアのとある商家にあの置いておくんですけれども、それが150年後発見されて、発見されたことが分かったらその女王
ではない。ダイヤ夫人が狙いに来て、また奪いに来ると。でも悪い人にこの刀を渡しちゃいけないということで、あの土方歳三の子孫であるミハイルさんという、はい、あの歴史学者と、そして近藤勇さんの血を引き継ぐ、あの、祖先に近藤さんを持つある女性がいまして、その女性と智子さんとミハイルさんがその刀を守るというストーリー で、そこにもう一振りのロシアに伝わっていたもう一振りの刀もあの出てきまして、人間のラブストーリーの三角関係とこの刀の三角関係と重なってくるんですが、最後その刀が日本に来て合わさるところがムグリトゲなんですよね。あ、すごい。はい、で、過去から現代まで一本の線でピキッと引くようなもうファンタジーストーリーにしたいと、はい、でどうしても新選組って好きな方すごい好き で、はい、細かく好きで、はい、でもそういうの外人見ても分かんないんですよね、はい、なんで実際いる方たちだし、その歴史的な要素はちゃんと守りつつも、でもちょっとぶっ飛んだ感じのストーリーにしたくて、もうあの息もつかせる感じですよ。1時間半か2時間かもう画面から動かせたくないので、で分かりやすい構図なんだけど、あの実はそこに新選組の思いとかも入っていてっていう複雑怪奇なストーリーをですね、複雑怪奇というか重層的なシナリオを今作ってまして、で、あの私が書くとそれがロシア語に直されて向こうのプロデューサーとかが見てもっとぶっ飛ばしちゃってみたいな感じで来たりするんですよ。だから私あのまだこう見えてなんかファンタジーのに慣れてなくて、アリさんぐらいぶっ飛ばないと思って、なんかアリさんの頭にあるビジュアルをこう最先端の CG 技術とかも含めて可視化する、はいはい、例えば自分がこうあの魂が出て事故を直して帰ってくるとか、はい、あと上から見た時の目線ですよね、はい、そう上から宇宙から見た時に日本という国から竜の光がバーッと来るとか、はい、そんなのも作れちゃうんですよ。すごい、すごい、すごい、超楽しい、超楽しい、超楽しい、それは超楽しいですね。もうなんかもっと無茶振りしてみたいな感じですよ、はい、昨日社長様に言ったら、はい、逆に書いておりました。あの大抵できるけれども、はい、なんかですから何かこう今まで枠があるじゃないですか、はい、大体の枠って時間的に足りないとかお金が足りないとか、はい、そういうことですけど、その枠はとりあえず壊していいからっていうこと、はい、さっきロシアのミーティングに行ったらめちゃくちゃ喜んじゃって、あこれ本当みたいな感じですごいかわいい。で今まで私たちってこう制約がある中で、はい、思考していた、はい、けれどもこの制約というのは誰かがつけたんですよって、はい、でもともとはもっと制約ない状態があったはずなのかな、はい、でその時の感覚を思い出しながらこの制約って何なのかなっていうことをファンタジーなんだけど読み終わってみたり見終わったらその近代に私たちのなんかこう頭にインプットされてた、はい、なんていうんですか、恐怖とか、はい、なんか枠みたいな、はい、どうせお前はみたいな呪いみたいなのとか、はいはい、そういったものがなんか解き放たれて、はい、見た方がなんかすっきりして、はい、なんか自由な気持ちになって、はい、こんな虹色の感じに世界が見えるようなそんな映画にしたいんですよ、はい、まさにその内容ですね。そうですね、はい、だからアリンさんがこう考えられてること、はい、普段感じられてることを、はい、この音楽で提供していただくっていうようなお話を最初してたんですけど、はい、なんかそれだけのイメージにとどまらず、はい、なんか曲本の中でも自由にアイデアをいただいたり、はいはい、ぜひぜひ、なんかそうで時空を超えてミハイルは現代のロシア人なんですけど、はい、ミハイルはあの裏ご、あのウラジオストックというロシアの、はい、軍港があってそこに、住んでいる青年で、元を正すとすごくロシアのラジオストックを支えた名家なんですよ。ただロシアの革命で、一度財を亡くなったりするんだけど、そこ のお家に歳三がご厄介になって一緒にビジネスをやってたっていう設定で、はい、で歳三の方が出てくるんですけども、はい、その時空を超えてあのミハイルと歳三がピンチの時にお互い助け合ったりするっていう、はい、ことをなんかもっと私の書いてる最初のシナリオよりもっとなんか面白くしたいなと、はい、そしたらなんか私最初函館で脱出劇の時にミハイルさんがあのアイデアを出すっていうのを考えて、はい、じゃあミハイルは
あの函館に行かなきゃと思って函館のシーンこれで書き出したんですよ、はい、そしたらちょっと説明できすぎるとか言って、はい、もっとあの魔法のランプみたいな感じで、はい、刀そのものに力があるんだ、はい、刀そのものがあればミハイルと歳三が会話できたりとか、はい、エネルギーの交換ができたりとか、はい、なんかそのエネルギーもどういう形でみたいな、はい、そういうことをビジュアル化したら、はい、CG にできちゃった。あーすごい、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 楽しみ、楽しい、楽しい、ね、すごいですね、楽しいですね、それは。なんかすごいいろんな企業さんを回ったりして、だんだんみんな楽しくなってます。なんかこれはシナリオがいいんじゃない、はい、シナリオっていうだけじゃなくてこの発案のタイミング、はい、世の中がこの枠を超えて何か大きく変化しようっていう時に、はい、今までの思考形態みたいなのを捨てていく、はい、でその思考形態というのはどうやって作られたかというと、はい、やっぱりメディアとかエンターテインメントもあの例えばあの悪魔的なものが、はい、ハリウッド映画にもいっぱい出てくるけれども、はい、ああいった罪の意識であったり、はい、地獄であったり、はい、そういったものが毎日見るものから私たちの中でインプットされてるんです、はい、でそういったものを今手放すというか、はい、うん、新しい時代にシフトしていかなきゃいけない時期で、はい、でもその次のシナリオはないんですよ、はい、教科書がない、はい、だからそれはこのエンターテインメントの、はい、この歳三の方なんで、はい、作りたいな、はい、あのその天にいる時の自分と下にいる時の自分の対話方法っていうのは心なんですよね。心、何語で喋るんですか。日本語、日本語ですね、普通に。でそうすると日本語で普通にメッセージがポンって。天にいる自分はいつもいるんですか。天にいる自分はあの基本的にこの生まれる前の自分っていうのは意識をチューニング合わせるといつでもチューニング合わせられる。ちょっと私が理解できないんですけど、はい、あの天にいる自分って形はあるんですか。形はないんですよね。形はない。形は天っていうと例えば、はい、あの私凡人なんで、ヘリコプター飛ぶぐらい、はい、飛行機飛ぶぐらいで、もしくは月ぐらいてか太陽ぐらい、どこぐらいなんですか。まあなんか私が見えたのはなんか地球が見えて日本列島が上から見えてっていうぐらいの高さでしたけど、 Google マップの2番目ぐらいですか。そうですね。でももしかしたらもっといけるかもしれないんですけど、なんかどうもあの意識の中では生まれるお腹に宿る前の記憶って肉体がないじゃないですか。その時まだ宇宙にいた頃での意識っていうのは今の意識とつながってるそうなんですね。生まれる前の生する前の意識っていうのが肉体がないところ、辿ってきた道のりっていうのはつながってるみたい で、それが人によってはいろんなところから辿ってきてるので、あの人によって個人差はあるみたいなんですけど、特にお役目的にこの地球に降り立つ人たちの意識っていうのは結構上にあって、でそこから自分の意識が自分を動かして降りてきたっていう。その質問なんですけど、その実験にいる自分とアリンさんがおっしゃる自分っていうのは個人ですか、はい、それとも集団。いや、あの自分ですね。自分の一人ですね。一人アメーバみたいな。そうですね。一人の自分の意識がお腹にいる前の意識で、自分が一人でこう降り立ってくるみたいなところがあったんですけど、そこが全部生まれる時って一人じゃないですか。はい、誰かと一緒に生まれてくるってないので、双子とかはあるかもしれないんですけど、大体はみんな一人で生まれてくるケースがあるじゃないですか、うん、そうだから上にいる入る時もなんか一人の意識でしたね。その私が見えた多分他の意識ももしかしたらあったかもしれないんですけど、自分が感じたところは自分の意識が自分を生み出して。自分はそれ何歳ぐらいの自分ですか。それはもう生まれる前、赤ちゃんというか魂ですよね。魂って年齢とかないんですか。その上にいる自分っていうのは肉体がないので、年齢とかちょっとよく分かんなかったんですけど、意識体みたいな意識ですよね。何色ですか。色とかも分かんなくて、もう空気の中にいる意識っていうか魂みたいな感じで、あの肉体がない意識体っていう意識だけあるみたいな感じなので、色とかっていうよりも意識、本当意識だけっていう。なんか時は何月ですか。それはちょっと何月かはわからないんですけど、例えば、寒いとか暖かいとか満月だとかどうだったとか時間とか、あ、そういうのってこの満月の時は、はい、上の人
人と交信しやすいとか、はい、そういうのあるんですか？そういうのもしかしてあるかもしれないんですけど、そういう感じはちょっとなくて、私の場合はただそのうち空をから見てて、はい、あそこ光の柱立ってて、あ、地球がこれからいろんな大変なことになるから地球に降り立とうとか思ったんです、上から見てて。でそれでそこに柱が立ってるんで、あその柱が鍵になるって言って、自分で自分の魂を生んで、で魂をその柱で送り込んだ、でそれでシュッて入ってお腹の中入って生まれて、はい、っていう感じの記憶なんで、その曜日とかちょっとそういうのは分かんないんですけど、でもなんか辿ってきた道のり、例えばどっか行った、例えば海外行ったとか、どっか行ったっていう道のりっていうのは、もう終わったことではなくて、ずっと潜在意識に入ってるらしいんですよ、経験したことっていうのは。でそのお腹から生まれてくるっていう経験をしたわけじゃないですか、私たち。その前に宇宙にいたっていう経験をしているので、その経験もお腹の中に行った時も現在も未来も全部つながってたという。だから辿ってきた道のりっていうのは全部あの潜在意識に入っているらしいんですよね。でそれそこにアクセスさえできれば、その生まれる前の記憶にアクセスするというか、でそうするとその時空が違うので、その上の自分っていうのは時空を超えて現在過去未来つながれるじゃないですか。でそうすると今の自分と生まれる前の天に行った時の自分は同じ時空でつながるみたいな感じたような上のこの世界の時間と上の時空っていうのは全然違うみたいな。例えば霊界も時間が合ってないような世界で、時間の流れが全然違うという。この世界って時間があるじゃないか、1秒ものすごい速さでピッ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 ってものすごい秒速で回ってる世界っていうのが、霊界の世界は寝てるような感じで時間が合ってないような、はい、結構曖昧な世界なんですよね、はい、霊界の世界って。だからこの生きてる私たちの常識と霊界の世界っていうのは全然違うくて、天にいた時の時空間も全然違うみたいな、はい、全く違う時空間ですよね。だから下にいる自分と上にいる自分が意識を合わせれば、その時空間を合わせることができるという。過去の時空間でも今の私たちの時空間に合わせてそこをつないでしまうという。つながっていうのはどういうことなんですか？つながっていうのはあの魂の記憶で全部つながってるらしいんですけど、魂が記憶をしてて、はい、魂っていうのはずっとつながってて、はい、まあ、ご先祖様もそうだし上の自分もそうだし過去性もそうだしみたいな、そこの記憶にアクセスするというか、よく心に手を当てて考えるとか言うじゃないですか。でも心に手を当てるっていうのは心からずっと意識を向けていて、もう生まれる前の記憶にぐーっとアクセスして、ぐーっとどこにチューニングを合わせていくか。そうすると生まれる、私たちが生まれる前のお腹にいる時のその魂が宿る前の記憶にずっと行くと、それは宇宙にいたみたいな、でその記憶が潜在意識には残ってるみたいなんですよね。でそうするとその記憶の中で自分はこういう意識で地球に降り立ってこの役目をするみたいな、なんか決めてきてるというか、レナさんもそうだと思うんですよ、強い決心で。何かありそうですね。はい、絶対ありますよ、ね。なんかこの時期にこういったプロジェクト、はい、皆さんの場合はなんか背景の方の力がすごい強力にサポートしてて、特に誰ですか？うん、おじいさんとかなんかそういうその血筋の中ですごい影響が強い人がいて、なんかその男性のこの あのおじい様の意識をすごい感じるんですよね。でその方がすごいサポートしてて、すごい影響力が強いみたいな、でもう亡くなってからも影響力強いみたいな、なんかそういうちょっと普通の感覚じゃない方が後ろにいらっしゃる。うちのおじいさんは社会党を作った一人 で、うん、で戦争中に反戦運動をしてた、あの農民運動をしてた人ですよね、はいはい、最初は共産党で、はい、でもその後共産党辞めて、うん、で早稲田4年間休学というか停学、はいはい、でその間は牢屋に入ってて、はい、でもあの牢屋から上がってきたら増山もかわいそうだからめっちゃ美人を紹介してあげようって思って、はい、友達に恵まれて、はい、でおばあちゃんに出会って、はい、おばあちゃんとっても綺麗な方なんですけど、はい、であの戦争の後は、はい、社会党を作って4回選挙で、はいはい、全部落ちて、はい、で食えない革命が、はいはい、だったんですけど、はい、で戦争中にはあのアジアの方に行って、うん、そこでいつもおじいちゃんのところには増山君のにとか言って、はい、すっごい食料が届いてたらしいんです、はい、
戦士なの、はい、郵便の窓だったみたいで、はい、だからその食料がいつもいっぱいあるから、うん、現地の人とシェアしてたりとか、はい、意味わかんないなんかピースフルなおじいちゃんなんですよ、はい、なんか影響すごいです。すごい影響力強くて、まあ、当時の時代背景で、はい、あの選挙に出てもいろいろ邪魔されたりとかいろんなことあって当選しなかったんですけど、でも力はすごくてものすごい金属もあるし影響力もあってすごいちょっと特殊です。いい意味で、いい意味でちょっと普通じゃないぐらいのエネルギーで、もう亡くなった後ももう諦めてないみたいな、皆さんの方を通じてまだまだ諦めるぞみたいな、そういうこと。鳥肌がすごい今もうブルブル、ブルブル、そうかな、またブルブルしちゃった。お姉さんなんかすごいね、お姉さんの意識はすごい感じて、あすごい皆さんの背景のサポートで、うん、もう泣く死んでも諦めないみたいな、素敵みたいな私も肉体とかは一時的なものの感じがして、はい、今のこの乗り物の、はい、この乗り物もそんな悪くないけど、どうせなくなるじゃないですか、はい、でもその時にこの意志みたいなものがなくなるとはちょっと思えない、はいはい、そうなんですよ、それ祈る気持ち、そうなんですよね。でこ人によってはそのままなくなるパターンもあるんですね、こう個人差があるんですけど、個人差があるんですか。個人差はあって、例えば今生きてる時に影響が低い人は亡くなった後も影響が低い、生きてる時に影響すごい人は亡くなった後も影響って、それは同時シンクロ起こるんで、今がすごい大事なのは今が影響強いってことは死後の世界で影響強いという同時シンクロ、同時シンクロを起こってますね。それでその今影響力強い人は亡くなった後の影響力強いってことは、その影響力強い人たちはあのその後生きてる人たちにも影響を及ぼしていくっていうことなんですよ、ね、それはだから魂っていうのは死んで終わりましたではなくて、その後もすごい影響を及ぼしていくということなんです。だから今いかに影響を及ぼすかなんですよね。いかに人の心の中に残っていくか、人の意識の中に深く深くものすごいがっつりとグッと入っていくか、それが世界中に広げていけるかっていうことで、そのあの亡くな、私たち魂というのは寿命があるのでいずれ亡くなるんですけど、はい、その後が大事なんですよね。亡くなった時に、その時に人が必要としてくれれば必要としてくれるほどその魂のランクが上がるわけなんです。だからそう、人にやっぱり必要を持って、まだいやこのエネルギーが必要なんですよってやっぱり呼んでいただけると、分け身玉になっていろいろ言ったりとか、まだ生き続けることができるという。で魂は自分の肉体を卒業したとしても、誰かが、例えば私が将来、まあ、寿命で亡くなるとするじゃないですか。でマリーさんの力を受け継ぎたい、意思を受け継ぎたいっていう人たちがいっぱいいると、そこの魂の中降りてこれるということで、でもそれで私は分け身玉になって、もっとすごい数の魂となってまだ生き続けるという、ね、なんかそういう、まあ、なんかそういう感じなんですよね。でそしてあの自分がやっぱり亡くなった後に、自分がやっぱり大切にしてたものとかあるじゃないですか。例えばシンギングボールとか、着てた服とか、大切にしてたぬいぐるみとかあるじゃないですか。その子たちがすごい大切にされるわけなんですよ。だから自分が今の価値を上げて、霊界の向こうの価値を上げて、その後も影響を及ぼしてっていう、その価値を上げ続けることによって、自分が持ってるこういうものを一つにしても価値が上がるの。だから今影響を及ぼせないと、やっぱり亡くなってもう全部あの、うん、下手したらゴミになっちゃうみたいな感じになる、なるじゃないですか。でもその人の価値が上がって、魂レベルが高いと、みんなが欲しい欲しいこれ欲しいってもらってくれるというか、必要としてくれるという生き方をしていくっていうのが、徳を上げていくというか、うん、でそういう生き方を結構おじいさんはされてるので、すごいもう言ったらすごい嬉しいって、おーなんか横でこんなやつおーなんか分かってくれて嬉しいみたいな感じで、あ、そうなんだ、おぉまた私もここがゾワゾワして、あ、それなんかおぉありそうですね、私今ここがなんか精神になってきました、ゾワゾワしてる、いや、いきなりなんかこのセッションに入ってますセッションこういう感じなんだ、いや、まあ、あの今日はそういうつもりじゃなかったんですけど、すごい歌いかけて、はい、おじいさんの意識がこう来てくれて、はい、みたいな、すごい言ってくれみたいな感じだから、なんかこのね、映画を作っていて、はい、私だけじゃないんですよ。もちろん私はその発案者で、はい、お金集めてきて、はい、で脚本も書いて監督もしたけども、はい、
なんとか関わってくれる方が、はい、シナリオがあるからその中でセリフを言って、はい、はい、お仕事です、おしまいですって感じではないんですよ。はいはい、わかりますなんだかいろんな風にまだ脚本も練り上げつつってことなんだけども、はいはい、そのなんだか皆さん関わり方がですね、はい、こう先祖代々からの思いみたいな、そんな感じです。そんな形 で, なであの関わってくださって、はいはい、ウラジオストックの西川布団ってあるじゃないですか、はい、西川布団の御曹司様もね、はいはい、ウラジオストックに最初の頃に事業を立ち上げられて、はい、日本とロシアの最初 の,、はい、あの合同会社を車で作ったりとかすることなんですけど、西川さんって青梅商人で、はい、青梅商人って幕府の時 の,、はい、あのなんか忍者みたいなのをやってたりとか、あとなんか青梅商人なんだけど能とかを踊ってて、はい、日食の時に、はい、能とか作って踊ってるんですよ、ファミリーね、すごい。何なのっていうか、はい、ちょっと髪がかってる、髪がかってる、髪がかってますね。でファミリーってもともとそれぞれのファミリーストーリー、はい、でしかも西川さんのところは、はい、青梅商人の西川さんのところは、はい、諏訪神社とかの、かつながりで、はい、で幕府の時に江戸時代に弓を撃っていい権利を発行するファミリーだったんですよ。だから逆に言うと西川さんのサインない弓は勝手に撃っちゃダメみたいな、そんなそんなことあるんですか、ね、すごいですね。なんていうか多分神がかってる、今私たちこう何でも個人主義とか、はい、お金になるとか経済とかいう方になってるけど、はい、本当、はい、もともとの私たちの、うん、なんかこうお役目みたいなのって、はい、多分もっとその数字にならない部分であるんですよね、はい、エネルギー調整みたいな、はい、でそれをこのファミリーがこのエネルギー調整がうまいからこれお願いしますみたいな、はい、失われた十七族みたいなことになってくるのかもしれないんだけど、はい、なんか一人一人持ってるファミリーストーリーみたいなのが、はい、あると思います。僕特にこの映画に関しては関わる人たちは背景つながってる人たちばっかりだと思いますよ。背景なんだろう、背景的なもう白の方々のもうざわざわとする鳥肌立つようなもうなんか今来てます来てます来てます今来てます来てます今すごい来てるわーもうタカさん私ビールおかわりしてます秋さんもう一回 ありがとうございます。少しでもちょっとありがたいです、ありがとうございます。もうなんかすごい、はい、まあそういう今もう神がかった背景的な、はい、ビールでよろしいですか、はい、じゃあビールで、はい、ありがとうございます。2本お願いします。ざわざわしてます。ざわざわしてます。なんかすごいです。すごい面白いんですよ。はい、で話していると、はい、普通で例えばお金を出してもらうっていうのは、はい、私の方が下手に出るはずなんだけど、はい、なんか分かんなくて、なんかね、だんだん面白い感じになるんですよ。はい、これはあのスポンサー様もそうだし、はい、あと、なんかこう、この映画に関わろうって思ってくれる方 の,、はい、あの作曲家とかも今すごいですよ、はい、実際すごい方を今動いていまして、でそしたら行っていいかな、はい、行っちゃいます、どうぞ。篤姫ってあるじゃないですか、篤姫っていう大河ドラマ、はいはい見ました、あのサントラってやってる吉松亮さんがやりたいみたいな、すごい。そしたらなんか吉本さんは自分の映画は自分以外の曲はダメだって、じゃあだからどうしようと思って、なんでしょう、全部俺がやりたいみたいな、でもなんかマジで全然統計とかどう表現できるのかなみたいな、はい、時代劇っぽいのあるじゃないですか、はい、吉本さんのことで、はい、でもこれファンタジー要素あるんだけど、はい、大丈夫かなとか、はい、でも分かんないけど来週ぐらいありますよ、はい、でも全部俺がやりたいってことになってる、まあ、やってほしいな半分、うん、でもこう、まあ、著名だけど配信はしてないから後で書くんですよね、はい、なんかやってほしいな半分、はい、でもこの理解できる範疇の話なのかな、はい、今までの時代の人たちが理解できないことを表現する映画なんて、はい、それってどんな音なのかとか、はい、なんか作れるのかなみたいな、ちょっと偉そうなんですけどね、そこをどうやって表現していこうか、はい、でもなんかすごくないですか、はい、脚本を読むとみんな熱を持ってくれてやりたいみたいになって、はい、結構大物いろいろ、じゃあなんかちょっと文庫峠のやつを理解してくれてるってことですか、文庫峠どのぐらい理解してるかわからないけど、はい、脚本はまず読んで、
脚本読んでやりたくなかったらその場で断るじゃないですか。どうなるんでしょう。じゃあ、出演みたいな。出演しちゃうかなとかね。でもそのファンタジー要素多めにって話だから。いやー、なんか入れてほしいですね。これないと、なんかちょっと、ねえ、みたいな。ねえ、みたいな。ねえ、ねえ。ねえ、ラブストーリーのシーンとか、実は韓国人で、はい、ピアニストの方にめちゃくちゃ作曲してたんだけど、はい、吉本さんの全部上でやったわけだから。なんでしょう、吉本さん。一回ちょっとお会いしてもいいですか。もう3年間からしてしまえて、後ろの人にもう対話してみたいな。直接交渉しに行きますみたいな。でもなんか考えたらすごくないですか、はい、なんか何これと思って、なんか吉松さんの音楽って、はい、すごい、私も脚本を、ね、書きながらこう、はい、音楽も聴きながらだったので、はい、なんかタイドドラマ作ってる気持ちですね。ああ、ね、確かに。そう、なんか新時代大河ドラマの、だからお前がすごいんじゃないかな。すごいと思います。なんかもう好きに話してしまいますけど、質問とかあります？はい、今日はちょっとオフレコが多かったけど。どうですか？でもみんながこう今日は自分軸を生きるっていう話なんですよ。はい、でベーシックインカムの映画も見ていただいて、でこの映画も実は最後です、ね、落ちちゃうとあれなんですけど。この刀が現代もう一回分類峠で重なった時に、天才プログラマーの、登場人物がそのロシア側の刀を持った人物が出てくるんですけど、彼女が打ったプログラムで今まで幕末の時代からずっと富を集めていた、400年前から富を集めていた財団のお金が全部ベーシックインカムでスマートフォンに全世界の人たちに配られるっていうシステムを組んで、この刀と刀が重なった時に世界中にコインがこうパラ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 ってなるということなんです、はい、で実は CG を作ってくれることになった会社の社長さんっていうのは、はい、日本で最初に GPS を開発した方で、はい、今何をしてるかっていうと、はい、スマートフォンでケアサポートっていうライブ配信のアプリを開発してて、はい、でそれはいいことやってる人に応援しますって投げ銭をするっていう、はい、でアバター機能があるので、自分のアバターがこのスマホに現れるから、例えば足が不自由な方でもそのアバターは走れたりとかできる、はい、で今自宅待機自体がすごく伸びるんじゃないかっていうことと、でもともとその社長さんが何のためにそういったシステムを組みたいかって、はい、もうミスター世界平和さんみたいな方で、なんか困ってる人にこう還元したいんだよみたいなことが本当にあって、はい、そこでまず共鳴しちゃって、はい、じゃあその私ちょうどそのシーンを書いてるんですけど、はい、とか言って、そしたら応援っていうか、はい、もう一緒に作る感じなの、はい、あすごい、なので最後は分類峠でそんなミラクルが起きるっていう、はい、ことを考えてるんです、はい、でもそのファンタジーと幕末とがまだバラバラな感じなんで、はい、自由自在にこの意識体が動くであるとか、はい、あと上から見た時 の、 その日本から竜の光が上がってる感じとか、はいはい、そういったものをビジュアルで取り入れてきたんですね、はい、ちょっとこうイベントなのにイベントなのにちょっと相談、まだ大丈夫です、はい、ちょっと相談してもいいですか、はい、ぜひちょっと相談したいキャラクターがあって、はい、それはアリンさんに読んでいただいた脚本では、はい、女王って書いてあったキャラクターで、はい、刀をはい、奪いに来る存在なんですけど、はい、その後ダイヤ夫人という女王の名前に変えたんですけど、はい、のダイヤ夫人がやはり悪い女性っていうことなんだけども、はい、なぜ彼女はそういった人から財を奪ったり、はい、富を奪ったり、そしてその刀をどうしても欲しいという強い欲望があったり、はい、という人物になったのかっていうことをもうちょっと人物描写を深く入れてほしいっていうことがまず言われてるんですね、はいはい、であともう一つダイヤ夫人は現代のシーン出てくるだけじゃなくて、はい、幕末のシーンにも出てきて、はい、でさらにはこの歳三の刀っていうのは、はい、堀川国広という実際に、1600年代に名刀師、はいはい、名工かのが作った大名しか持てないと言われる幻の名刀があるんですけど、はい、で土方は堀川国広持ってるよっていう
歴史書が残ってて、はい、近藤さんの手紙が残ってて、はい、でもまだ発見されてないアイテムなんですよ、はい、なんでそこに目をつけたんだけど、はい、登川国広が、1600年代に、隕石が文具井峠に落ちてくるのを見て、はい、でそこで、刀を作るっていう設定に今考えてるんですが、その時代から、女王がダイヤ夫人がちょろちょろ現れるという設定にしてほしいと、はい、で土方歳三さんというのはなぜ武士を目指したかっていうと、はい、6歳の時にあの8歳の時かな、育ったお家で燃えてるんですよ、はい、で目の前でおばあさんが亡くなってしまって強盗が来て、はい、おばあさん亡くなってしまって自分は守れなかったっていうことがあったから、はい、そこから土方が滞在してた日野宿本陣っていう、はい、多摩地域で一番お金持ちなお家で、はい、剣の修行を始めたんですけど、はい、その火を燃やしたのもダイヤ夫人にしてほしいって言われて、はい、でそのダイヤ夫人というキャラクターを私すごいどんな風に作ればいいか悩んでるんですよ、はいはい、人ってどうしたらそんなに悪になるのかとか、はい、今ダイヤ夫人のイメージが来たのは教えて、いろんなやっぱり亡くなって人って亡くなるじゃないですか、戦いで亡くなって、まあ、その怨霊じゃないけど、うん、亡くなった後も浮かばれない魂たちが、うん、やっぱりそういうなんかそういう入れる器を探してるわけなんですよ。へえ、魂ね、あの鳥肌だってきたもん、鳥肌だってきたもん、鳥肌だってきたもん、そうっていう、そのこれは人の意識、やっぱ戦で亡くなった魂とか、その戦で亡くなった旦那様を思う女性の魂だったり、それの結局現れがダイヤ夫人だったみたいな、だからそこの浮かばれない魂の意識の集合体がダイヤ夫人に、まあ、憑依というか乗り移ってそこを起こさせてる、だから魂の供養が大事なんだと、供養しないとそのままなかったことにすると必ずどこかでダイヤ夫人が生まれちゃうという、天才、私そんなことをね、はい、4時半から、はい、その6時、5時半から、はい、4時から5時半までの、ね、ロシア人とのズーム会議、はい、もうずっとね、お金の話しようねって言ってるのに、はいはい、あの人たちすごい作品作るの好きだから、はい、もう1時間15分ぐらい全部映画の話して、最後ちょっとだけ、はい、7月には送金しようと思うんだけど、どうするのって言ったら、はい、まあ、なんでみたいな感じだったけど、とにかく一生懸命物語を作ろうと一生懸命なんですよ。でその時に私が考えたのは、はい、ダイヤ夫人っていうのは子供の時に寂しい思いをしたのかなって、はい、そんなすごい社会考えてたから、そういう次元ではないですよ。あ、すいません。ダイヤがいっぱいあって、はい、そのダイヤの水晶みたいなダイヤのところに、はい、何々戦争の思い、はい、何々戦争の思いみたいな、はい、それも CG で、はい、それも CG で、それも CG で、それも CG でやりましょう。小林さんのとこも今度行ってみましょう、はい、やりきましょう、参りましょう、スミロビルの38階、参ります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 。いや本当になんかこう歴史的な背景っていうのが亡くなった魂があって、うん、その浮かばれない魂の人たちっていうのは、うん、どこかに憑依しようとするというか、うん、天に上がるのは重たすぎて、でそれが、うん、重たいんだ、そう、重たい、それが歴史背景だと大きな戦があったりとかすると、まあ、日本も戦争の時そうだったんですけど、一つの公園にまとめられて焼かれるみたいな、だからそこの集合意識なんですよね。でそこにはやっぱり念が残ってしまって、そういうのがこう、まあ、そういう器を探してて、その器が入られてしまうと、そういうふうに人は豹変してしまうという、だから今起こってる例えば殺人とかいろんなあるじゃないですか、はい、DV とか殺人犯とかもいろんな問題っていうのは大体憑依なんですよね。だからそこの部分の背景を理解してあげていけばほとんど良くなるんですよ、実は。だからその人が悪いとか、その人が死刑になるとか、そういうだったらまたそれが違うところに憑依してて永遠に終わらないという縮図が起こると。だからそのダイヤ夫人も
実はそういう影響があってそうなってしまったんだと。でその背景を最後バーって上げていくというか極陽というかすることによって、はい、あのダイヤ夫人がもう元に戻るみたいな。だから人のそれっていうのは実際にあることなんですよね。上がれない集合意識が1体2体じゃなくて何百体何千体もしかしたら何万体とか集まってしまうとそういうものを生み出してしまうというところにあって、うん、でその乗り移られてる時のダイヤ夫人はどんなことを考えてるの、はい、重いなと思うの、それとはもうそれが日常だから気持ちいいのかな、それが。いや気持ちいいは良くないと思いますよ。ただ自分の時もある、あとなんか体重人格ってあるじゃないですか、人格がいろいろ変わる人っていうじゃないですか、あとパニック障害とかいろいろありますけど、そういう人たち山ほど見てきましたけど、本当に人格が入ってるんですよ、何体か。でその人格と一体一体対話して上がっていって供養をさせていただくって理解して、その行くべきところに行っていただくってことを、まあ、ヒーリングセッションとかでやってるわけなんですけど、だから多重人格の人をだいたい1回のセッションで元に戻せる。だからそれ背景を見るともう全部人格が違うんです。だからその人格を背景を意識しながら一つの人格を全部読み取っていくというわけなんですね。へー、うん、今日すごいいいアイデアが出ました。良かったです、本当に良かった。なんか自分のためだけに勉強やってる感じです。で皆さんもうね、ご存知の人たちばっかりが来てくれてるので、そのね、もうその意味を、だからこういう話もどんどんできるわけなんですけど、うん、その面では結構専門なんで、うん、だから私はなんかリストカットすることかパニック障害とか1回でよくできるんですよ。それは背景を見てて、背景と対話してやらないと、その本人だけ見てて本人を何とかしようとしても無理なんですよ。そういうこの背景にはどういった念とかエピソードとかエネルギーがあるんですか？はいはい、もうそれ人によっていろいろまちまちですよね。あのほとんどの場合は引っ張られてたりとか、事故がなくなって弱らされて入られたりとか、いろいろなパターンがあります。でもその場合だと事故を強化して後ろの方に上がっていっていただくと、ほぼ戻ってきてくれますよね。だからあの自殺願望ある人を元に戻すっていうのは結構簡単にできるんですよね。だから今までそういう人山ほど見てきたけど一人も亡くなってないんで、すごい。もうそれちょっとコツがありましてみたいな。うん、ダイヤ夫人の魂というか、はい、ダイヤ夫人が、はい、の文具峠まで来て、はい、で最後の最後までこの刀を奪って私は永遠の命を持ってると思ってるんですよね、はいはい、でもそのプログラミングもされていたし、はい、なぜかその刀が合わさったときに刀を持ってる人のエネルギーが反映される感じで、ダイヤ夫人が持ってなかったから、はい、なんか綺麗な心持ちたちが持ってたから世の中が綺麗になって、はい、しかも実はその時あの日本の原発あの、はい、雨がどんどん降って、はい、で原発の汚染水も海に流れてしまったみたいな、すごい日本中が、うん、汚染されてるような状況なんですよ、はい、ただその日鉄の刀っていうのは、はい、化学変化を周囲の水や空気やに起こすという設定を考えていて、で一人でもそれなりに空気清浄機みたいなもんで、はい、なんかアリさんみたいな、はい、周りが綺麗になって、でそれが二振りだとかなりエネルギーになるので、はい、その刀が合わさったところで、はい、泉水が流れてた水が綺麗になったりするっていうことも考えています。はい、だから地球環境が汚れているのを、はい、この奇跡が起こることによって少しずつこう戻していく、はい、また人の心も荒れて汚れている、はい、それも分類峠からのエネルギーで、はい、の刀が合わさって、お金がチャリンチャリンって入って、はい、でそこで皆の心が浄化していく、はい、きれいになっていく、はい、最後は本当にこのイメージなんですよね、はい、こういったすごく美しい虹色の、はい、あのエネルギーが峠から世界中を包むみたいなことを考えてるんですけど、はいはい、そこでダイヤ夫人がいるんですよ、はいはい、で私の今のシナリオではダイヤ夫人、はい、まあ、逮捕されようと思ってるから、はい、いずれにしてもダイヤ夫人という物体がいる分類峠でそんな奇跡が起こる、はいはい、そうするとこのドロドロとしたエネルギーどうなりますか、はい、ドロドロしたエネルギーは最後極陽されます。じゃあその極陽、はい、されるんだ、はい、蝶々みたいな、そうですね、それでそこのわーって苦しんでた魂が
ファーってなんかこういきなり天から光が来てフワーみたいな、なんかこう、あ、その時に大友人の一人の顔じゃなくて、はいはい、いろんな顔が、はい、そう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 、いろいろな苦しみをしていた人が、そうです、はい、上に小林社長の仕事だよ、おーおーみたいな感じで上がっていく、そろそろお時間に、あ、ありがとうございます、ありがとうございました。もしよろしければ、はい、今の脚本がですね、今の段階の脚本はまだ変わると思うんですが、よければ一冊あの1000円で脚本があります。あと私が監修した雑誌がありまして、もう最後そのわーっと押し上がるときに私のこの音をかけてわーっと押し上がってくる。もう音のまんまじゃないですか。吉村さん、そのまんま、吉村さん、まんま、全部俺の曲をやりたいって言ってるから、ね、吉本さんと入ってビーム。ビーム、吉本さんビーム。そうか、それはいいな。でも一人じゃないんですね。そうなんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あとあの映画はエキストラは1万円で参加していただけるか、はい、じゃあなんかエキストラで私も参加しようかな。あのぜひ今、ね、30日までクラウドファンディングをしてまして、はい、でそこで登録をしていただけますと、あのひょっとしたら今コドシーンが出てきたから、はい、この浄化する、はい、あの浄化する魂の役かもしれない、はい、あげる役割といろいろ幕末の村人、はい、町の人とか、はい、あと世界武術大会っていうのがあって、はい、立ち日アリーナさんっていう、はい、立ち日さんもちょっと協賛していただいて、はい、でアリーナを借りることになりまして、はい、そこで全世界から武術家が集まって、はい、その世界武術大会があるんですけど、はい、そこにあの見に来た方とか、はい、いろんな形でエキストラの役があります、ね、じゃ あ, あの最後押し上げるリコ役のエキストラをそれエキストラいや、オフレコでもう一個言うから、はい、もう配信してないから、はい、あとその友子役が今すごい、はい、まだこれ確定してないからね、はい、あのなんですか、はい、誰だと思う、僕誰ですか、友子役、友子役というのが、はい、土方歳三の子孫なんです。なんですかって、うん、で、はい、あのロシアから来るミハイルさんと恋をして、はい、最後その刀を、はい、文具峠で重ねて、はい、ロシアと日本のラブストーリーとなるそのヒロインですね、はい、すごい、誰だろうかな、いやまだ決まってないんだけどね、はい、でもなんかあの金額交渉とかまで来たから、やるんじゃないかと思って、うん、なんかまだ決まってないんですよね、はい、だからあの、なんですけど、はい、のんちゃん誰ですか、のんちゃんって、あまちゃん、あまちゃん、あまちゃんって朝ドラのあまちゃん、今25歳ぐらいになってる、すっごいいい女優さんで、私そうすごい純粋なエネルギー、すごい、あの中学だったの、そうそうそう、のんちゃんで、のんちゃんで主役やってたんですよ。のんちゃんで主役やってたんですよ。すごい。今、のんっていう名前なんですか。そうそうそう、芸名買ったんですよ、レタさん。そうだ、のんねんレタさん。あ、同じだ、のんねんレタさん。あ、すごい。なんか、芸能界のドロドロとかも見てきた人なので、はい、なんかそこに、なんか、混ざらなかった人がいいです。はい、確かに。なんか、楽しいな、純粋な、はい、楽しみでしかないんですけど、どうしよう、いや、わかんないですよ、はい、答えられるかもしれないから、提示した金額が低すぎるとか、でもそしたら小林社長にお願いします、はい、ね、なんかの、そうですね、またなんか役があったらよろしくお願いします、そうね、でも大物ばっかりですよ、本当、あ、ドキドキ、だからどうしましょうね、はい、私もなんか最後どこかで自分も出たいんですけど、はい、今はまずその環境とストーリーと全部整えることに注力しているから、はいはい、でもどっかで出たいな、はい、どっかで出たいな、んか、うん、定食屋の神とか、はい、わかんないけど、だから最後あなた役自分もやりたいなと思ってるんですけどね、そんな状態なんですよ、はい、楽しみじゃないですか、楽しみ、しかもですね、はい、コロナで、はい、コロナで撮影できないとかね、はい、ならないように最善のバックアップとはい
体制を取ってて、はい、うちの、ね、父は、ね、医者なんですよ。そうなんですか。ね、うちの、ね、この保守層の方なのね、はい、音楽プロデューサーの今瀬さんは、PCR 検査3000人プロオーケストラの費用を文化庁が取ってきて、はい、1億円だよ。すごい。1億円3日で取ってきて、でみんなその PCR を受けることになって、私昨日その場に立ち寄って、はい、日本一のプロリーグとか、その野球選手とかの検査をしている会長さんと、はいはい、うちの父と広瀬さんと、はいはい、で3000人いるどこから検査始めましょうかね、はい、みたいな話をしていて、はい、でその時にじゃ映画に関わる人も PCR 検査お願いしますねっていう話、はい、なんでこれから日本からロシアに行きます、はい、ロシアから帰ってきます、はい、辰巳太郎さんロシア行くんだけど、はい、翌日から仕事おりますとか言われて、はい、だから入院2週間とかしてられないんですよ、はい、だからこう医療バックアップ体制を常に完璧にして、はい、なんかこう PCR もがっちりしてっていう環境で絶対取るん で、はい、で最悪フライトが飛ばなかったら、はい、うちの小林が CG とモーションキャプチャーでみんなズームの前で演技したりしてあまた組み込んだりして、はい、いずれにしても取ろうと思って、はいはい、なんかこの映画って今年来年取らないとダメって、はいはい、多分来年以降世界は全く違う景色になってると思うんですよ、はい、ここのお店も9月までってことで寂しい限りなんですけど、はい、今まで成り立っていた仕事が大変なスピードでなくなっていくから、はい、私たちが見る来年の世界は全く違うものになってしまうから、はいはい、そう思います。だからその時に人間が人間であるために、はい、違うな、はい、人間がもっと良い生き方をするための、はい、なんか思考モデルみたいなものがないと、はいはい、みんなさまよっちゃうんですよ、心も体も、はい、間違いない間違いない、はい、だからめちゃめちゃ超大ヒットさせて、はい、でそしたら仕事作れるじゃないですか、はい、分かんないけど、はい、で覚醒ですよ、覚醒ですよ、でスポンサー企業様もただお金もらって、はい、使っちゃいましたってことよりも、はい、なんかみんなが上がっていく映画にしたくて、はい、このままだと大量失業時代しか見えないんだね、はい、うん、そうさせないよって、日本ってただの、はい、なんかホームレスの塊の国ですねとか、はい、なっちゃいますよ、このままだと。なんか私の中では、もう人の持つ潜在能力を開花したいなっていうのがあるんですよ。みんななんか能力あるのに、みんなそういうもので出せない。でその背景にはいろいろやっぱり過去に苦しんでた先祖がいたりとか、いろんな因縁を背負ったりとか、でそれを見てるだけで一気に上がって、見るだけでも先祖のカルマが一気に上がって能力が覚醒して、でそれでこれからの時代を逆に自分の能力で世界的に活動していくっていう、世界的に視野が絶対必要になってくると私は思ってます。日本だけだとダメなんですよ、やっぱり世界を見て世界に通用する能力をどんどん広げていく、うん、でそうすれば例えばズームであり、なんか自分が発信したものであり、世界が対象となると絶対生き残れるはずなんですよね。だから日本を対象、友達とかその小さな範囲を対象とするのではなくて、もっと大きな範囲を対象としようという意識レベルに持っていくのも私の役割の一つなんですよ。そうかも、はい、やたらみんなちっちゃいもんね、はい、そうなんですよ、さっき30センチで、そうなんですよ、そうなんですよ、わかりますそうなんです。いやでも私なんてまだまだですよ、うん、ダイヤ夫人のなんかこう、はい、個人史を子供の時いじめられたくらい考えられないようなスケールのみんななんで、なんかアリンさんと比べたら全然いやいやそんなことないです。でも本当にそこに日本の日本人の意識を本当にそこに覚醒させる、導いていって世界義ってそうなんですよ。義っていう言葉が土方歳三の肩に持ってあるんですよ、はいはい、あの義って何ですか、はい、いろいろ私この間歴史学者さんだとか、はい、天然に神流の館主さんであるとか、はい、いろんな方にお聞きしたら、はい、義っていうのは正義の義なんだけど、はい、なんか英語で言われるようなそういう正義とまた違って、はい、大いなるものストーリーがあって、はい、自分の肉体はこのサイズなんだけど、はい、でもこの大いなるストーリーのために生きる、はい、これが義なんです、はい、大いなるストーリーとか、はい、何なのかな。大いなるストーリーは本当に小さな意識を地球規模に持っていって、やっぱり世界に通用する意識に持っていって、なんか自分の魂っていうのの限界をがない意識にみんなを持っていって、無限大の意識に持っていって、その世界に対する恐れみたいなのを解放する
ということだと思うんですよね。この恐れっていうのは、はい、例えばこの映像なんだから、はい、映像化するんですよ、はい、でネットフリックスとか見てると、はい、最近この人のネガティブな気持ちをなんか吸い寄せて、はい、それをビジュアル化して、はい、なんかピエロだったり、はい、水から出てくるピエロみたいなストーリーとか、はい、そういうの多いんですよ、はい、でそれは実際にインターネット上で今起こっていること、はい、人の嫌な気持ちを刺激して、はいはい、意地悪なことを言わせてみたり、はい、性的になんか触発するものを置いてみたり、はいはい、いろんなことで全部人の嫌なエネルギーをネット上に出そうみたいなことってあると思うんですけど、はいはい、それをわざわざネットフリックスが、はい、映画にするんだけど、はい、その恐れ、はい、恐れってビジュアル化するとどんな感じですか？実はその恐れっていうのは実はさっきの話に通じるんですけど、時代背景なんですよ。だから私たちが過去にやってきた、例えば戦争して戦ってた国とか、まあ、いろんな国、そこの、まあ、エネルギーがまだ解放されてないと。だから親日とか反日とかいろんなことあるじゃないですか。日本と仲良い悪いとか、この今の世界情勢って全部過去が関係してて、過去こうだったから今こういうこと。だから原因と結果の法則的には過去にしてきたことが現在に起こってるってことは、まあ、例えば過去いろいろ戦ってた国とかはやっぱりこう恐れを抱かそうとしたりとかするわけじゃないですか。でもそうじゃなくて、そこを背景、その国の人たちもいっぱい亡くなってたりするので、逆に私たちの能力が開いても黙秘してしまうという、だから世界中のやっぱり魂、浮かばれてない魂が誰かに憑依してまだやってるわけなんで、だからその背景を沈めていかないと、国の背景を沈めていく、個人だけじゃなくて国家レベルの背景を沈めていく、過去の戦いレベルの背景を沈めていくっていう、その意識レベルにして後ろの人たちを沈めていくと。でそうじゃないと現象化して後ろが癒されてないと、どんどん日本目日本目みたいな感じでやってくるわけなんですよ。だからそれまとまり起きてたら大変じゃないですか。まあ国名は挙げないんですけど、でもそこを逆にネガティブ飛んできたら、ネガティブを理解して包み込んで、愛で返してポジティブで返して極陽までしてしまうと、もう相手は戦うにも戦えないみたいな、もうなんか癒されてしまったと。だから日本の役割っていうのは癒しなんですよ。それもただの癒しじゃなくて魂レベルの癒し、もう後ろの背景さえも供養してしまうという癒しの能力を今日本中にやっぱ広げて、みんながそれをできるようになって、まずは日本中の人たちの背景を上げていって、国家レベル、もう国のカルマをみんなで上げていくっていう、でそれが日本の役割で、それによって背景が上がるとそこで和合したりするんですよ。ネガティブ飛んできてもスーッてポジティブで返されて、しかも和合されて、そしたらなんかもう実は兄弟だったみたいな、でそこまで持っていって仲良くなっていく、魂をつなげていくっていうことが真の解決法になっていくんですよね。だからそのために私一人でも世界中でやってきたんですけど、限界があると、一人でやれる人脈もつながりも限界あるじゃないですか。だから今自分の能力みたいなのをみんなに伝授して、みんなで一気にやらないと地球規模は上げていくの大変っていうことで、の私の持っている能力をみんなにこう伝承していこうみたいな働きが、まあ、去年の後半あたりからありまして、でそしたら物事はその現象を見てたらダメなんですよ。その本人が悪いとか、その現象だけ見てると迷宮入り、でもダイヤ夫人もそのダイヤ夫人だけ見てると、なんて悪な、なんてひどい人なんだって終わるけど、いやダイヤ夫人もその背景があって影響されてて、その背景っていうのは浮かばれない魂だったみたいな、でそこをやっぱりみんなが知る必要があって、そこにみんな意識合わせて感謝、愛と感謝に変わった時にダイヤ夫人も変わったみたいな、なんかそれはこの世に起こっている問題全てに当てはまると私は思うんですよね。でそれができたらどんな問題でも乗り越えていくことができるし、どんな悪だと言われる人たちも変わっていくんですよね。沈まっていくという、背景を沈めると現象が本人が沈まるんですよね。だからその背景をなんとか見ないといけないんですよってことを私は世の中に訴えてるというまだまだなんですけどね、まだ訴える力はそこまでもないんですけど、でもなんか その現象を見てるんじゃなくて、もっと深いところがあればそこを見ていきましょうみたいな。でそうすると昔の人は罪を憎んで人を憎まないっていう言葉あるじゃないか。それ罪っていうのは何かというと背景的なものなんですよ。で人を憎むからおかしくなっちゃうんですよ。だから人を憎むんじゃなくて、ちゃんと理解していく、
でそしてそれを上げれる霊力を上げていく、特に 女性がそのどんな苦しみ悲しみを受け止めてそれを上げていくっていう、笑顔と笑いでっていう、そこら霊力を認めた時に本当に日本から大調和が起こるっていうメッセージがすごい私には来てる。だから日本からやっぱり世界を変えていく映画だと思うんですよね、そういう意味で。そういうもっと深い魂よりの深いところのこの世の全ての問題の解決をこの映画を見るだけで分かるみたいな、できるみたいな、できるみたいな、できるみたいな、でそれをやることが、あの生きてる私たちの現象として、生きてる私たちは霊的な背景に影響をすごいされてるっていうことに気づかないと、自分が悪いとか自分のせいだとかなってしまうと迷宮入りになっちゃうんで、落ちるだけじゃないですか。そうじゃなくて影響されてるんですよって分かって、そこを理解していくっていうことがすごい大事で、しかも上げていくっていうことが大事だと私は思うんですよね。だから自分を責めるんじゃなくて、やっぱりそこを理解していこうみたいな。でそれも楽しく楽々とルンルンでみんなでやるたら楽しい、ルンルンでやることがキラッとこう、キラキラキラー、こちらへどうぞみたいな。私もね、ダイエットの悪の存在として、はい、悪成敗したやつ、はい、っていう感じでもなくて、はい、背景がだんだん親近感みたいなのがあってね、はい、なんか、向上心みたいな、はい、今もだけど、はい、なんかもっとガツガツもしてたし、はい、なんかギラギラもしてたし、はいはい、みんな人ってダイエット人じゃない、はいはい、関わりたい、なんか売りたいみたいなのは分かるし、はいで、はい、またダイヤ夫人のね、はい、あの相棒の役がね、かっこいいイケメンとかね、これも多分ね、決まってるんですけどね、はい、向こうからあれなかったから、出させてくださいって、テレビドラマとか結構出てるイケメン君がいるんですけどね、これももうちょっとしたら発表できるんですけどね、素晴らしいですね。そしたらダイヤ夫人、いいなと思うんだけど、だからなんか、はい、悪は悪として成敗してもしまえないよりは、はいはい、なぜ人はあの時期に原発やってたのかっていうね、はいはい、なんか、うん、大量にね、はい、物を作って破壊してって、はい、それは悪だって言って終わらせれば楽だけど、はい、実はそれは私たちの心の投影であるし、はいはい、それがなかったことにはならないし、はいはい、でそう思った時になんかそこも含めてなんか愛おしいもんだなみたいなね、はいはい、もう少し深い視点で、はい、この時代の変革期を、はい、次の時代に向かっていく作品にしたいなって思ってるんですよ、はいはい、最終的に現在過去未来は全部つながってたと、で全部の原因は過去にあったんだと、でこの過去を癒していくことによって現在が良くなるんだ、ああそうだったんだみたいな。現在過去未来が全部つながってますというね、だから悪と思えるものもその悪とあるその前提があるわけじゃないですか。なんでそうなったか、その前提に触れていって入っていってそこを解決することによってここが良くなるという。逆にもしダイヤにいなかったら、はい、その呪われた気持ちの人たちもいろんなところに飛び出してたんですよ。ダイヤ夫人がもうそれ身を持って身を持って身を持って してくれてるんですよ。その気持ちを分かって集めてその方々の代弁として生きていたくれてたんですよ。で貞子の鶴って見てください、はいはい、見ましたもちろん。そうあれもまた、はい、なんか荒いところはたくさんある映画ですけど、はい、でも心はまっすぐ作ってて、はい、その原爆、はい、原発、はい、原爆のことを被爆者の方にも取材しながら作って、はい、なんかやはり作品を作ると、はい、それで当事者の方の縁みたいなのが来ますよ、はいはい、ああわかります、うん、すごく感じます、はい、非常にわかります。だからいつも私はどこかそういった、はい、今は生きてないけども、はい、すごい辛い思いを戦争でされた方と一緒に生きてるような感覚はあるんですよ、はい、辛い時は言ってください。ダイヤリングしますどうだろう辛いかな、はい、でもだからダイヤグジこの魂が盛り移っていくっていうのも分かる気がする、はい、器の深い女そうなんです。実は器が深すぎてそういう人たちをそういう魂を集めすぎてそうなってしまったみたいな。なるほど。あ深い深いなー深いー深い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 です。そうです。でそれを全部浄化させてくれるのが分類峠ってこと、はい、そうです。そうです。はい、ありがたいです。ありがたい、ありがたい。だからみんなが分群峠つながると覚醒が起こって。そう、だからなんか分群峠もあんまり人がガチャ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 来るのはまたあれだけど、はいはい、でもこんななんか GoTo とかいろいろあるけど、このまま観光もなくなって廃れちゃいましたみたいになったら寂しいからね。はいはい、だからその分群峠 PR も含めて、はいはい、この映画の。
なんか力になれたらなっていう思いありますよね、はい、うん、まあ、人が来すぎてもまたいけないんだけど、だからほどほどに、なんか聖地荒らされない程度が世界中でやっぱり知れて知れ渡るというか、世界中の人がブックイートが知ってくれるっていうのはすごい大事だと思うんですよね、うん、はい、すごい聖地な、なんかすごい大事な時期に大事な映画で、確かに、そして大事な方とつながって、そうなんです。でも後ろの本当に皆さんの後ろの背景の人たちはすごい強力にすごいサポート誰がいるんですか来てくださってるし、すごい守っていただいてる感じ、すごい守ってくださってる感じですよね。私こんなに暴れん坊だったのに、うん、全然逮捕もされないし、うん、原発で殺されもしないし、うん、怪我もしないし、うん、あと心がね、はい、自分で言うのもなんだけど、はい、あんま曲がらないで、はい、あんな、はい、結構いい年もできてね、うん、結構いやみんな曲がったりするじゃないですか、はいはい、でもなんかすくすく育ったまま、はい、大事です。なんかいろんな方に守っていただいてる、はい、かなって思ってますね、はい、いろんな方々後ろについてらっしゃるし、託されてるし、もうやってくれみたいな感じです、まあ、私もそうなんですけど、私もやってくれって感じで、だからできるというか、うん、後ろについてる方が超協力みたいな、すごい協力、そうでもしないとさ、そうじゃないとできないでしょ、なんか地球が終わるんじゃない、そう、あ、もうそれぐらいの勢いですよ、そうじゃない、それぐらいの勢いですよ、本当に本当に本当にそれぐらいの勢い、本当にそうなんですよ、本当にそう、うん、本当にね、そういう、あ、すいませんね、もう10時じゃないですか、そろそろですね、そうそうですね、大丈夫ですか、加藤さんも長いお時間、皆さんありがとうございます、それで解散かもう一杯飲むかどっちかですねやっぱりなんか頼まないと悪いんじゃないかっていう気もありますけど、お酒でも、お酒もう一杯、私ビールもう一杯いただいていいですか、美味しい、よかったら皆さんもう一杯ちょっと頼んでいただいて、美味しい、大丈夫ですか、でもその、 お役目は大きければ大きいほど楽しく楽々とルンルンでやるのがね、いいんですよ、確かに、私なんかもルンルンそうなんです、ルンルンしてる、ルンルンしてるルンルンしてる、楽しみみたいな、これが大事です、ありがとうございます、ありがとうございます、おじさん、ありがとうございます、下に行ってお金を崩して、あ、そうですか、 ありがとうございます、細かいわね、いや、よろしかったら雑誌と台本もありますからね、いや、すごいです、いやいやいや、もう本当にそれぐらいの勢いですよ、もう、なんか託されてますよ、託されてますよ、託されてますよ、本当に、人類の未来っていうか地球の未来を私たちに託されてるんですよ、はい、です、託してくださいって言ってるんですけどもう本当にそれぐらいの勢いですよ、ありがとうございます、ありがとうございます、コロナあ、本当だ、だからなんか、じゃあそれをこれを一回切ってフリートークしましょう、私とアリンさんだけでみんなで話したりとかね、そうしましょう、いや面白い内容、面白いですね、ですね、ありがとうございました、世にも面白い、世にも面白い、本当面白い、ね、本当面白いですよね、みんなね、あのアマゾンプライムですらね企画通ねんだよ、今お金が誰だしとか、あと今は飛行機飛んでないしとか、はい、でも逆にこんな状況なのに、はい、うちの